吉谷さん、くれぐれも安全運転でお願いします。多分吉谷さんが行かれているイベントには私がね、少し関わってるっていうかね、言葉交わした人も何人かいると思うんですよ。ぜひね、福山市のナイト2000ね、久保哲郎、隠居久保哲郎もう吉谷さんとそのイベントの話題に出してください。 R34 とね、2034やってるんだということで、で、私のね、家にお越しの際は、まあ、よろしくお願いします。対談をしてみたりとかね、いいんじゃないかなと思います。いや、嬉しいですね、うん。まあ、以前と随分状況が変わって、うちは今息子の大和くんのためにあるような感じなんで、もう家中がねテーマパークになってますけどね。まあそれを避けながら2階ででもお話しできればと思います。まあ家は広いんで十分スペースありますんで。で、今回はね、あ、そうだ、吉田さん、私ね、動画が削除されました。これはね、初めてのことではないんですけども、今回のは結構強烈だったですね。まあ、今、感染症流行ってるじゃないですか。あれに対して、私がいつからそれを知って、どのように対処していったのか、そして PCR 検査キットとか、それからマスクってのはね、実は常に手に入るんだよっていうことをね、ずっと申し上げていた、そんな動画を今日上げたんですけども、これが警告食らってしまいましたね。もう削除して今見れません。原版もないんで、まあこういうこともあるなと思ってるところですよね。まあだからしょうがないから、削除されたっていうネタを動画にして今アップしました。まあ一応この動画の最後にもつけておきます、それを。でね、今回は商品価格の話をちょっとしてみようかなと思うんですよ。これ何度か私もね、億万長者合宿の動画でもその他のところでも言ってるんですけども、商品っていうのは4つの価格があるんですよね。まずは私が商品作ったとして、こうやってね、お客様にお渡しするときに、お金をあげるかな、この商品、この動画を見てください、この情報を知ってくださいっていうのがまず一つなんですよ。で、二つ目っていうのは、ただでいいんですいませんけども、読んでくれませんか、見てくれませんか、受け取ってくれませんかっていうものですね。で、三つ目っていうのは、それよりもレベルがちょっと上がって、安いんで買ってくださいってレベルですね。数百円とか数千円なんでお願いしますみたいな。で、最後、一番高いレベルは、高額なものが売れるってことですよね。これはもうおよそね、数十万と言われる単位以上の金額です。で、自分がまずどこにいるのかってことを認識しなければなりません。フリーコンテンツをどん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 出していっても見られないってことは、多分一番最初の段階なんですよ。お金をつけて、そのお金欲しさに見るってことをやらないとダメなのかなと思うんで、動画を見終わった後に1000円あげますとかね、こんな感じでしょうね、きっと。思いはね、なんかそれとはちょっと違うんですけど、フリーコンテンツってあるじゃないですか。イラスト屋とかね、肖像権フリーの画像とかね、あると思うんですよ。それに立候補して、まあ自分が素材になりますって人もいるらしいんですけども、これすごいですよね。認知度はすごく上がるんですよね。有名にはなるんですよ、お金入ってこなくても。でも後々お金になるんだろうなと思うんですよ、そういう方は。それと同じように YouTube で、あれ、この人見たことあるよっていう風に、そのぐらいね、動画をたくさん上げて人の目に触れてさえいれば、多分どんな時でも、まあ、収益になると思うんですよね。ということでね、吉田さんの R34 もいろんな方に見られることによって、きっとね、価値はどんどん上がると思います。価格が上がると思いますね。アンティークカーですから。まあ、私の車もそういうことを期待しているんですけども、手放さないから結局一緒なんですけどね。ということで、ご安全にお越しくださいませ。いらっしゃい。あ、続きどう？やっぱり削除されたか。はい、速稼塾の久保です。まあ今でもね、タブーですね、やっぱりこれは。危なっかしい動画を上げたような気がします、こうやって警告くらいは。今日上げた、タイトルとしてはですね、ノクさんに対する返信なんですけども、新型武漢肺炎はフェイクだった BTC そして ADA っていうね動画なんですけども、これ結構ね、まあ、怖い動画だったかもしれないですね。まあ、このようになっております。削除されましたね。まあ、最新作はもういいでしょう、これは。こういうことなんでしょうね、きっとね。この措置がチャンネルの間で影響、今回は初回であるため警告のみですが、再度このようなことが起こった場合、チャンネルは違反警告を受けることになり、アップロード、投稿、ライブ配信などの操作が1週間できる。
ろとありますね。まあ確かに危ない内容だったかな。人を怖がらせる内容だったとところなんでしょうね、やっぱりね。これは YouTube の判断なんで従おうと思います。再アップロードも審査の再請求もいたしません。じゃあ本日は以上です。